魂は死せず、またさまようこともなく受け継がれるのみ。幸いなるかな、命の結束。世はすべて林間の断りの中に。どうしてここにお墓作るも？おっちゃん、村に返してあげないのかも。命を落とした場所に埋めてやるのが傭兵の魂の弔い方なんじゃ。ごめんなさい、バンダムさん。私が、あんな奴らの話を聞いたばっかりに。ごめんなさい。ごめんなさい。君が悪いんじゃない。いずれあいつらは俺たちの前に現れたと思う。俺たちみんなバンダムさんの命を救われたんだ。今はありがとうって送ってあげよう。バンダムさん、俺戦うよ。俺の戦をホムラと一緒に。ホムラ、起きないんじゃないかって心配してたんだ。ところでホムラ、昨日のことなんだけど、光って言ったっけ？なんで急にあんな風になったの？それは私も知りたい。あの力普通じゃなかったよ。あれが天の聖杯の本当の力？あんたの身に一体何が起きたのかちゃんと説明してよ。トラも知りたいもん。ホムラちゃんすんごく強かったもん。なんでも、なんでも。これ、予算かお前たち。あれは、つまり。どうして、どうして私を起こしたの？起きたくなかったのに、出てきたくなかったのに、この力を使いたくなかったからあの子に代わってもらっていたのに、なんで起こしたの？起こすって。君がもっとしっかりしてれば起きずに済んだの。この力を使わずに済んだの。バンダムって人に言われてたんでしょ？力を効率よく使えって。今は逃げろって。無理して無茶して、でこれってもう最悪じゃない。なんであの時。分かってるよ、そんなこと。分かってたよ、あのままじゃダメだって。レックス、それでも俺、あいつらに君を渡したくなかった。君を守りたかったんだ。やだ。とにかく疑問があったらあの子に聞いて。以上、あとよろしく。あ、ずるい。ごめんなさい、皆さんお騒がせしました。
私とミツは天の聖杯。この世界を消し去ることができるほどの力を与えられて生まれたブレイドでした。ミツも天の聖杯なの？ある時、一人の男が神に会うために世界樹を登って楽園を目指しました。でも楽園へとたどり着いた男は神には会えませんでした。男は神の御座にたどり着いた証としてコアクリスタルだった私とメツを持ち帰りました。そしてアルストに戻った男はメツを目覚めさせたんです。何のために目覚めさせたのかはわからない。欲のためか、力のためか、それとも。目覚めたメツは天の聖杯として与えられた力を、世界を消し去る力を振るいました。何の疑いもなく、純粋にそれが当然のこととして。私はそんなメツを倒すため一人のドライバーの求めに応じて目覚めました。私とメツは戦った。激戦の末、私はメツを倒すことができたけれど、その戦いで三つのアルスが沈んでしまった。戦いの後、私はこの力が二度と目覚めることがないよう封印し、この姿、この人格となって眠りにつきました。500年前の出来事です。聖杯大戦じゃ。光を目覚めさせたのは五王国イーラの英雄アーデル。アーデルは世界を守るため光のドライバーとして戦った。わしらアルスもその戦いに加わった。人と共に生きる、それがわしらアルスの定めじゃからの。ちっちゃん、アーデルは眠りについたホムラを一隻の船に隠し、誰の手も届かぬ雲海の底深くに沈めたんじゃ。その船を俺が見つけたのか。そして俺とホムラは、私たちの出会いは運命だったと思います。でなければ光ちゃんは目覚めなかった。光ちゃんって呼んでるの？あの場所、夢の中の楽園で私と光ちゃんはいつも話をしていました。いつか私たちが目覚める時が来たら、その時は楽園に帰ろうって。帰って私たちの本当の目的を果たそうって。それは再び滅を倒すっていうこと？さっきはごめんなさい、ひかりちゃん、あんなことを言って。ひかりちゃん、レックスのことを守りたい一心で出てきちゃったんです。自分に施した封印を解いて、天の聖杯としての力も使って、私が使うこの力はそんなひかりちゃんの天の聖杯の余剰エネルギーだったんです。気にしないでよ、俺が力不足だったのがいけないんだ。それより、本当のこと話してくれて嬉しいよ。そしてありがとう、みんなを守ってくれて。守った？私が？ホムラの力はすごいよ。
伝説は本当だったんだなって思った。ごめんなさい。私、ホムラってさ、よく謝るよね。それってさ、光の聖杯の力を気にしてるからだろ。俺さ、ホムラがそんな風に謝らなくてもいいように、悲しい顔しなくてもいいようになりたい。うん、必ずなるよ、レックス。力はそれを使う者の心の形、バンダムさんはそう言った。ホムラの力はみんなを守る力だ。守られた人たちはみんな笑顔になる。ホムラやみんながいっつも笑顔でいられるようなドライバーに俺はなる。女を泣かせるやつは最低の男だ。女を笑わせるやつは最高の男だ。サルベージャーの合言葉その3ってね。兄貴、花の修理ちょっと手伝ってほしいもん。わかった、今行くよ。そうだ、今日の晩飯何？ミートボール入りポトフとかどうです？おお、そいつは楽しみ。あれがレックスという子じゃ。悲しみを笑顔に変えて明日への力とする。似とるじゃろう、アデルに。これは？それを持ってアーケディアへ行け。その探検の持ち主が楽園への道を開いてくれるだろう。これブレイドの武器だよね。持ち主って誰なの？わしのドライバーだった男だ。ドライバーって、え、まさか。コールはブレイドじゃ。聖杯大戦を共に戦ったな。本当の名をミノチという。ブレードなのにおじいさんみたいだもん。なんでも騎兵のもの、マンイーターだからな、わしは。マンイーター？人の細胞と融合を果たしたブレードのことだ。聖杯大戦よりずっと以前、人とブレイドのさらなる可能性を模索した者たちがいた。わしはそんな者たちの手によって作り出されたブレイドの慣れの果てだ。昔の人はどうしてそんなことをしたの？人間と融合したブレイドはより得意な能力を身につける可能性があったからだと聞く。だが成功例はわずか、ほとんどが失敗したようだ。わしもその一人。わしはその代償として無限の寿命を失った。もうあまり長くはないだろう。おじいちゃん。それがついえる前にお前の行く末を見てみたい。その探検は同票だ。歩いてくれるか？ああ、もちろん。俺からも一つお願いがあるんだけど。なんだ？今度はさ、バンダムさんの物語書いてくれないかな。バンダムの？うん。そして劇団の人たちに演じてほしいんだ。楽園を見つけたら報告に戻るからさ、その時に見せてよ。そうだな、それがわしの責務かもしれんな。いいだろう、約束しよう。その代わり必ず戻ってこいよ。わかった、
約束するよ。さあ、行きましょう。今度の任務は何だ。全力で任務に当たります。仕事はきっちり。別動隊として行動する。おいおい、大役だな。行ってくるぜ。頼んだよ。なかなかのもんだろ。報告を聞かなきゃね。Thank you.
紹介に戻ってからスペルビアを経由して鳳凰町が最短ルートだな。港に紹介の船が来ているかもしれんの。ならタダで乗れそうだね。行ってみよう。お金いらないんですか？サルベージャーならタダで乗れるんだ。ホムラたちのことも交渉してみるよ。それは助かるもん。到着。やりましたね。有名人なんだね。ま、ここでの仕事も長いからね。さてと、俺は帝国行きの船の手配してくるから、みんなは先に宿に行っててよ。オッケー。じゃあ後でね。到着。やりましたね。よっと。
というわけで出航は明日、それまでに各自準備よろしく。承知いたしました。了解ですもん。ここのお茶、美味しいですね。世界各国から珍しいものが集まるところじゃからの。気に入ったか？はい。出航まで少し時間あるから、もう一度お茶できそう。船旅の後だと宿屋で寝られるのはありがたいよね。俺も泊まり慣れた宿でゆっくり休めそうだよ。できんもんじゃろうか。私は大好物ですが。ホムラ。あ、おはようございます。さっきはごめんなさい。ひかりちゃん、寝ぼけると徘徊する癖が。そうなんだ。変なことしませんでした？いや、してない、してない。俺なんにも。いえ、そうじゃなくて、ひかりちゃんが。ああ、ひかり、ちょっと物を投げられたくらいか。やっぱりこれその時のですよね。ごめんなさい、痛かったでしょ。ああ大丈夫、本当平気だから。そうですか。私まだちょっとズキズキしてるんですけど。いいもんじゃな、若いっていうのは。まったく同感です。わしらも欲しいな、彼女。いえ、私は結構です。
和田摘み。はい。ただいま帰還いたしました、皇帝陛下。ご苦労様でした。家具土も。恐れ入ります。久しぶりだね、家具土。あなたも元気そうね、和田摘み。天の聖杯、やはり本物でしたか。はい。少年ですか。学校からサルベージャーのようでした。ぜひ一度会ってみたいですね。お望みとあらば。先刻アーケディア行きの輸送船が襲われたとの報が入りました。輸送船が。積み荷はコアクリスタルとのことです。コアクリスタル、イーラですか。おそらく。運よく脱出できた者の話では、仮面の男だったそうです。シン、あの男が。これで三隻目。インビディア側でもかなりの被害が出ていると聞きます。申し訳ありませんでした。トリゴで捕らえたイーラの少女、厳しく尋問すべきでした。私の責任です。あなたが必要と思ったから自由にさせたのでしょう。ならばそれで十分です。それに相手があの仮面の男であるのなら、5000の兵をもってしてもどうにもできなかったでしょうしね。今の問題は別にあります。とおっしゃいますと。元老院が独自にユーディキウムの発掘調査を再開しました。海戦派ローデリッヒ議員、コアクリスタルを失ったことで焦りが出たのでしょう。ユーディキウムはとても繊細な地です。下手にインビディアを刺激すれば。一切承知いたしました。元老院に不穏な動きあらば静中もいたしましょう。お願いします姉さん。これが、なんだ。スザクのコアクリスタルが今まで石みたいになってたのにどうして。知らないのかい。コアクリスタルはね、色を失ってもしばらくすると復活するのさ。復活？また同調できるようになるってこと。じゃあ今同調させれば。新しいスザク殿が誕生することでしょう。そうなんだ、バンダムさん。どうするの？どうしようかな。バンダムさんの大切なスザクだし、そう軽々しくは扱えないよ。まあ、あんたが託されたようなもんなんだからさ、好きにするといいよ。うん。そろそろ出航の時間だったよね。あ、うん。先に行って乗船手続きしてくるよ。ニア、そんなに急がなくても。全席自由席なんだろ。いい席取りたいじゃん。おっと、なんだよあいつ。
レックス、カバンが…え？ない、ない、ない！ないって何が？バンダムさんの、スザクのコアが！じゃあ今のやつが？追いましょう、皆さん。くそさあ、行きましょう。さっきのやつ、子供だったよね。うん。それにあの耳、グーラ人だ。ってことは…いた！あそこだ！ああ何しやがる！あの野郎、船を奪いやがった。どうします？追いかけよう。他に船は？あった！ガラムさん！おう、レックス、どうした？慌てて。船貸して。え？この音が、何があった？盗まれたんだ、コアクリスタル。あれ、あれって？待て、俺の船を返せ！ピットマンの船じゃないか。俺に乗ってるのか。ガルムさん！分かった。キーは差しっぱなしだからすぐ動かせるぜ。サンキュー。後で必ず返すよ。おう、決まれよ、レックス。あいつの船だもん。ああ、間違いない。ここで降りたんだ。まだ近くにいるかもしれませんね。だね。ならまずは情報収集。そうしよう。よっと
れどれ。よっと。たっ。さあ、行きましょう。情報が確かならここにいるはずだよね。ウモンのおっちゃんの造船所をねぐらにしてるなんて思いもしなかったもん。あいつだ。逃げられないよう一気に取り囲もう。分かった。よう、ずいぶんと遠くまで逃げてくれたじゃないか。おかげでこの先の予定が狂っちゃったよ。くそ。お前たちまだ子供だろ。盗んだもの返してくれないか。子供を痛い目には合わせたくない。お前だって子供じゃないか。これでも一応社会人なんだぜ。さあ返してくれ。誰が返すもんか。コアクリスタルは俺たちのもんだ。どうして持ってんなら力ずくで取り返してみろよ。引き分けのないやつだな。仕方ない、お仕置きだ。行きましょう、レックス。もふっ、じゃあ伝
言われた通り、力ずくで取り返したぜ。ったく、全員塔になるかならないかじゃないか。なんでこんなことしたんだ。あのさ、黙ってちゃわかんないんだけど。お嬢様、もう少し優しく。なんで？盗っ人だよこいつら。ですが相手はまだ子供ですし。なあ、何か事情があるんだろう。もしかしてお金に困ってるのか。バカにするな。金になんか困ってるもんか。なるほど、金には困ってないと。金じゃないとしたら何。素直に話す方がいいもん。悪いようにはしないもん。なあ、敵討ちだ。敵？村のみんなの敵討ちをしたかったんだ。まさかブレイドを同調させるつもりだったのか。説明してくれないか。力になれるかもしれない。野島に村を。小さいけど平和な村だったんだ。それを水が出るって理由だけで。生き残りは？もしかしてあんたたちだけ？名前は？俺の？それとも村の？両方。リリオ。村の名前はイラーダ。イラーダ村、聞いたことないな。グーラの端にある小さな村だからな。知っている人は少ないよ。リリオ、事情は分かったけど、人のものを取るのは良くないな。それにコアとの同調は危険だ。失敗したらどうするつもりだったんだ。やってみなきゃ分かんないだろ。誰か一人でも成功すればそれでよかったんだ。どうやら相当切羽詰まった状況のようじゃの。相手の居所も掴んでそうじゃが。宗樹の丘に大きな洞窟がある。そこが奴らのアジトさ。リリオ大変だ。奴ら町に。誰？この人たちのことはいい。大変って何？あ、うん。やつら、近々トリゴの町を襲うって。それ本当か？うん。さっきやつらの仲間が町で話してるの聞いたんだ。確かに仲間だったんだな。多分下見に来ていたんだと思う。領事がいなくなって統率が乱れてる今が狙い目だって言ってた。なるほど、確かに襲撃するなら今かもしれませんね。あの領事に統率力があったかどうかは疑問だけど。もしかしてトラたちのせいかも。まあきっかけくらいにはなってるだろうな。見過ごすことできませんね。そうだね。わかった。そいつらのことは俺たちに任せてくれ。任せるって。敵撃ってきてやる。お前
レックスだ。それじゃあ行ってくる。リリオたちは町の衛兵に伝えに行ってくれ。伝えるって野党のこと？野党の話をしたところで信じちゃくれないだろう。そうじゃなくて俺たちのことさ。給水塔を壊した連中が宗樹の丘に隠れてるって伝えるんだ。構わないけど何のために？まあそのうちわかるよ。とにかく頼んだぜ。うん。